明治安田生命 J1、川崎 F3-0 横浜、第25節、9日、とどろき陸上競技場川崎フロンターレの FW 小林優、29、が、公約通りのゴール&パフォーマンスで、チームを2位浮上に導いた J1 最少失点の横浜 F、マリノスとの神奈川ダービーで3発快勝小林は1点リードの後半12分。右足ミドルシュートで勝利を決定づける2点目を豪快に決めたゴール後には、陸上男子100メートル世界記録保持者で、6日に対面したウサイン・ボルト氏の、ボルトポーズを決めた今季13点目を挙げ、得点王争いでも主役を狙う日本人初の100メートル9秒台が飛び出した日に、小林が世界最速男のポーズを決めた後半12分。左サイドでこぼれ球を拾うと中央へ切り込む、ペナルティーエリア外から右足を振り抜くとゴール中央上、横浜 GK イークラの頭上に突き刺した、絶対に今日決めたいと思っていたので、あそこはシュートを打つと決めていた思い切り打つことだけ考えた、勝利を手繰り寄せる2点目を決め、競技は互江戸陸上競技場でボルトポーズを決めて喜んだ MF 課長が3点目を決めると駆け寄り、観客席前の陸上トラック部分で、MF 中村らと再びボルトポーズを決めたボルト氏とは実は6日に対面ともにプーマ社と契約する関係で、川崎 F の練習場を訪れた同氏に、準備しているから本番一発勝負でも笑顔でいられる、とアドバイスされた小林は、準備は大事だと思った点を決めてポーズをする、と感銘を受。